長谷川貢さん、当時13歳。爆心地から2km の横川町で被爆しました。長谷川さんは学徒動員で当時手榴弾工場であった提督鋳物工場で働いていました。出勤して仕事の準備をしている時に被爆、爆風で吹き飛ばされた屋根に足を挟まれ大怪我をしました。自宅のある鯉に帰った長谷川さんは鯉小学校で逃げてきた被爆者の惨状を目の当たりにしました。その原爆の方も時もずーっとおったんですよ、ここに工場にね、それから工場におってその家の下敷きになったわけですよ。じゃあ朝からそちらの工場に出られてたんですか。そうですそうです。それも朝暑いのにねずっと朝大義の思いながら今行っとったですよね。でまあ途中で前兵隊に、足を踏まえて痛いの痛いの思って行って会社に行ってタイムカードを打って、それで、まあ会社は屋根だけあってね、それでただ、のほとりはまあずっとこう囲いがしたったですよね。私の男はまあ軒下にあったんですよ。その机があってね、机に座った木としてなったわけですよ、それもね、まあ初めはそこのほとりに、まあ、10メートルぐらい先に溶鉱炉があったからね、大きな。その溶鉱炉が爆発したんだろうと思ったんですよね。その光いうのが雷が鳴りますよね。その光線光と同じようなもんでピカーッと光ってドカーン言うたまで知っとるんですよ。その時にはまあぐしゃっとなってね、で、あらどうなったんだろうと、で助けてくれ言うても助けてくれるしね、おかしいな、家の中真っ暗だしね、でなんぼ助けてくれ言うと、そしてその時にちょっと見たら足あれが立ったんですよね。タルキが動き取れるんですよね。でまあどっかいじって屋根を壊して上がって、それで、ずっと、まあ、出たら何人かおったもんでね、それと一緒に帰って、ずっと、横側のずっと西へ行って、昔はずっとあっこは、あれやったもん、田んぼや、畑やったもんでね。で、その田んぼの中通って、で、ずっと、通って帰る途中が元空き女学校があったんですよ。そこが元軍隊のあれがあるんですよ。校舎方分が4つか5つ並んどったんですよね。そこを通って、そこも一面まあ下車庫になってたんですよね。でずっとその通って今度は上へ上がって鉄道線線路が上がったところが今度は枕木全部一本ずつ火がついたんですよ。その火がついたのもびっくりしてね、また空を見れば黒いし、おじいさん赤いんですよね、これ。それぞーと、まあ、鉄道線、それで川の方を見れば幽霊みたいにね、頭の髪は半分になったところはもう焼けてないようになったんですし、
手の皮、まあ手の皮は下がっとるし、耳の頬蓋の方の皮も下がっとるしね。それ、まあ、この皮を張るたんびにギャ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 言うんですよね。それまあある程度し、うん、小井橋の方から塩水が上がってくるからね。でそれでギャギャ言うんやと思ったんですよ。でずっと鉄道線路ずっと上がってきて、こういうのはこの本通りですか、ずっとそこのところ通りまで来たらね、道がいっぱいですよね。今度はとにかく前行かれもしんせんし、後ろ見かれんしね、どうしようもないぐらい人がおったんです。それで、もう体力のないものは途中でもうへたばってね、もう余裕かねなんですよ。その中にも頭にやけどしたとこはもう髪の毛はないようになってるしね、ほっぺたは半分からこっちはもうだらっと下がってるしね、中には裸に等しいものだったしね。今に考えるとなかなか苦しいですね、あれ。置いてずーっと帰ってもね、ここつけるところなしにね、前行こうも後ろ行こうも全然行かれんのですよ、ね、え。ほんでこっち帰る、こっちの小学校へ入るんと、まだずっと上あの行くんと、ずーっといっぱいやったんですよね。ほんで途中からあの雨が降り出したんですよ。黒い雨、うん、黒い雨ですよね、要するに。初め黒い雨とは分からずにね、あ、どうして雨が降るんだろうと思ったんですよね。で雷が鳴り出したしね、それが夕方まで続いたですかな。で家帰ったら家に誰もおらんのですよ。タンスはない、ひっくり返ったし、雨戸は全然吹っ飛んでないしおかしいな、どこ行っただろう、田舎のもんだからね、どこ行く言っても行く場所は、ないやろうと。まあ家の近くに掘ら穴があるっけ、そこにおるんじゃないかもって言ったら、まあ相変わらずおったですよね。それにまあ夕方になったら、まあまあ昼飯もまあその黒い水で飯を炊いて食うてね、昔は糸がないからね、川の水を使いやったんですよ。だから黒い水で飯を炊いて、どうにか食べさ、おふくろに食べさせてもらおうって。そして夕方になると、まあ、親戚のもんがね、お父ちゃんがおらんのんじゃ、なんとかかんとか言ってね、来たですよね。で、まあ、あくる日は、まあ、親父と親戚のもんが、まあ、ずっとそのおじさんはあの県病院のお医者さんにやったからね、お医者さん探しに行ったんですよ。それといとこがあの吉島の方であの航空隊のなんか動員学徒でやっぱり行っとったんですよね。それを探したり行ったら、あ、行ったところがカードっていい、ずっと馬やらね、人間がいわしを並べたようにもう死んどった足を踏むところがないんですよね。まあ私はまあ子供心まあ14、15やからね、13か13だけまだ、ようわからんのに、まあ足を踏むところがない。それを聞いてまあ1週間ぐらいして、まあここ上からここに出てみるとね、なんと気持ちが悪いんですよね。まあその当時でも
近所の方も余計、まあ、原爆の撃った人を引き取られたんですよね。それも4、5日しちゃ死んで、それもまあ上の方やからね、みんな穴掘っちゃ人を焼くんですよね。その当時今雨がよう降ってね、その一日で前の日に、焼けるように映画にしとっても、あくに見たら半焼きになってるね、してたんですよ。で、まあ、こっちの方へ、まあ、1週間ぐらい出てみると、この校庭の真っ先に目がついたの、この門から入ったらすぐもう人が東に並べてるのにこう並んどるしね。ただちょっと向こうの辺に水飲み場があったんですよ。で、水飲み場、水くれ言って、それに水くれ言うても、気持ち悪いもんでね。気持ち悪い、今やったら気持ち悪い言うことは言えんのですよね。その時の気持ちがちょっと悪いってね。ほっと運動場を見ると、火葬場になったんですよね。その、火葬場、あれ、四筋ぐらいあったですよね。10メーター、20メーターぐらいあるんですかね。それもまあ、材木屋なんかはよそから持ってきてやったんでしょうがね。死んだら端からこう、運んでいって、ポッと放投げるんですよね、あれ。放投げるいうちゃ、今、意見かもわからんですけどね、当時はまあそういう状態ですね。それで、まあ、立っとる身と中でもまあコロ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 死んでいくような状態でね。で、まあその火葬場持っていくんでもまあ見にくい感じでね。ただ、といたとか、タンガーでちょっとこう時間手でいらうようなことないしね。ただ飛び口のこう先でこうシャッシャッとこうよして、でポーンと投げて焼くような状態やったんですよね。で、今にあれから何年経って今でももうゾッとしますね、あれ。菅さんご自身は怪我はなかったんですか？ここにあるんですよ。たるきだったんですよ。それ可能してからね。ヨードチンキで流したんですよ。それもね、あれですね、当時は病院がないもんでね。病院ただ、病院がないけや、この親父に原爆が引いたして熱が出て頭の髪が抜けて、どう自分自身が何かわからんようになって、それで足は可能するし、足はどの辺ですか？ここですよ。骨がこうだんだんこう浮いて出てくるんですよ、今度。それは金切り、今の金切りの子がありますよね、このくらい、20センチぐらいの。あれを見つけてね、今度毎日この1ミリか2ミリぐらいこう、下からこう浮いて出てくるのね。毎日こう残り切ったんです。残り切らんことには痛いんですよね、これ。もう1ヶ月ぐらいかかったですかね。これずっと出たらね、跡がありますよね、これ。結局こっちとこっちが続いとるんです。これこっちにブクブク、これ骨がね、確かこのくらいあったもんです。これギューッとこう
うん、ぎゅっとこう回ってここに出てきたんだと思うんですよね。そこから骨が出てきたわけです。ええ、丸いやつがね。それから今ここも骨があるかないかそれは分からんのですよ。じゃあ戦後原爆の後遺症とか、心臓が今行かれとんの、心臓と肝臓と、それで体のええところ全然ないですがね、心臓と肝臓と胆の、うん、胆石があるんです。胆石、目は5年前に急に見えんようになってね、これは県病院ずっとかかったんですよね。網膜症、赤ん坊が保育器の中に入ってようなることがあるでしょ、あれになっとるんですよ。だけどそのなっとそれなるにはなんか先祖にそんなもんがおった場合になるらしいんですよね。自分の考えでは原爆の光線をまともに受けたけ、それでなるんじゃないか思ったりするんですがね、その目の部分はもう、現在の医学人にしちゃどうしようもない。で目の部分はもう、見えんようになった事態で自分の、方向は一応自分なりの決めにはいけんと思うんです。これ以上もうはっきり言うと生きとってもダメじゃないかと。希望はもう全然ないですね。原爆に遭われていろいろ体も悪くなったりして、今原爆について何か思いがあるとしたらどういったことになるんですかね。原爆という兵器はね、ほとんどはもうなくしていただきたいですね。もうこれ今ソ連とアメリカが今交渉して、だいぶこう肩をついてきとりますがね、その原爆に思った身になってみて初めてこの恐ろしさというものは分かるもんじゃないでしょうかね。今ソ連が今、発電所が爆発して「いや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 」言いおりますがね、それどころではないですよね、原爆の恐ろしさというものは。ただ平和公園行って、の資料館行って見てもらって、今の陳列品はほんのわずかですよ。瓦にしても写真にしてもほんのきれいなところだけしか撮ってないですよね。まあ撮れんはずですよ。その当時は写真撮ることはほとんどできん状態やし、そのここのこういう小学校で人を焼いたのにしても、今に小学生にしてもここで人を1000人焼いても2000人焼いたにしても本当にしてくれませんよ誰も。ただ嘘よ嘘よいう方が先ですよ。それはね、あくまでもまあ原爆というものは、原爆水爆核兵器はほとんどもない世界にして、ただ人類の争いはほとんどないような状態をする、が一番住みよい世界じゃないかと思うんですが、そう願ってやまんのですよね。